ハローこんにちは。ねえマリサ、この前、原子についていろいろと教えてくれたじゃない？原子がなぜ潰れてしまわないのか、とか、原子が本来の重さよりもめちゃくちゃ軽い理由とか。そしたらね、また疑問が湧いちゃったのよ。お、どんな疑問なんだ？原子核を構成しているのは陽子と中性子よね。そうだな。それなら、普通に考えれば陽子同士は電気的に反発し合っちゃうから、原子核は原子核として存在できないんじゃないかしら？バラバラにぶっ飛び散らかしちゃいそうな気がするのよ。なるほど、いい着眼点だな。実はこれには、陽子と電子がくっついて原子が潰れてしまわない原理とは、また別の原理が働いているんだ。あ、やっぱりそうなのね。それじゃあ今回は、それに関するお話を聞かせてもらおうかしら。ということで今回は、原子核はなぜ原子核として存在できるのか、について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。まずこのことを知るためには、原子核を構成する陽子と中性子が一体何なのかを知らなければならない。そもそも原子という言葉は、それ以上分割できないもの、という意味として名付けられ、近代頃までは、原子が物質を構成する最小単位だと考えられていた。しかし現代では、原子には原子核と電子というさらに細かい構成要素があることが分かっている。ここまでは以前の動画でも教えてもらったわね。そして、原子核を構成する陽子と中性子にも、さらに細かい構成要素があることも分かっているんだ。でもそれって、よくよく考えると原子という言葉の原理と矛盾してないかしら。まあ最小単位と思っていたものが実は最小単位ではなかったから、仕方ないといえば仕方ないだろう。だから私たちは、分割不可能な単位という概念を表現するために、素粒子、という言葉を用いているんだ。つまり素粒子とは、それ以上に分解できない物質の最小構成単位のことを指す。なるほどね。昔は原子が最小構成単位だったけれど、現在では素粒子が最小構成単位になっているというわけね。それじゃあもしかすると、原子がそうだったように、新しい発見によって素粒子よりも細かい構成要素が、今後見つかる可能性もなきにしもあらずってところかしらね。そうだな。新たな科学の発見というものは、それまでの常識を覆すものばかりだから、もしかするとそんな未来も待っているかもしれないな。話を戻すが、陽子と中性子についてはさらに小さい、クォーク、という、それ以上分解できない素粒子が、3つ結びつくことによって構成されている。このクォークってのが、なぜ陽子同士が反発せずに、中性子と共に原子核を構成できているのか、の答えにつながるのかしら？いや、ちょっと違う。まあ結論から言ってしまうと、グルオン、という素粒子のおかげで、陽子と中性子が結びついて原子核を構成することができているんだ。グルオン、何ですかそれは、美味しいんですか？てかそもそも、素粒子についてわからなさすぎるわ。それだとそうだなぁ。少し遠回りと感じるかもしれないが、素粒子に関しての全体像を理解してからの方がわかりやすいと思うから、ここでは素粒子について解説していくぞ。まずはこれを見てほしい。うわぁ、拒否反応出るやつじゃんこれ。安心してくれ霊夢。出たわねマリサお得意の安心してくれ霊夢。確かに、素粒子と聞くと、物理学に不慣れな人には難しく感じるかもしれないが、私たちの周りのほとんどの物質は、アップクォーク、ダウンクォーク、電子、のたった3種類の素粒子の組み合わせで構成されているんだ。だから、パッと見種類が多く感じるかもしれないが、そんなに身構えなくても大丈夫だぞ。それに、実際に陽子と中性子を構成しているのはアップクォークとダウンクォークだ。あら、そうなのね。なんだか安心したわ。現在のところ、素粒子の種類は十数種類程度しかないと考えられている。そして、これらの素粒子は大きく3つに分類することができる。物質を構成する素粒子、4つの力を伝える素粒子、質量を与える素粒子、の3つだ。陽子や中性子を構成する素粒子は、物質を構成する素粒子、に分類されるのかしらね。そうだな。ちなみに、今回紹介する素粒子の基本的な分類や役割を記述するモデルは、標準模型とか、標準理論とか呼ばれているぞ。まずは、物質を構成する素粒子から見ていこう。この素粒子には大きく分けて、クォークとレプトンの2種類がある。通常、クォークは2個または3個で結びつき、より大きな粒子を形成する。例えば、陽子はアップクォーク2つと、ダウンクォーク1つが結びつくことによって構成されている。中性子はアップクォークが1つ、ダウンクォークが2つだ。こんな感じで、物質の中でも、ちょっと群れがちな素粒子をクォークという。逆に素粒子同士で群れずに、単体で存在している素粒子がレプトンだ。レプトンの代表的なものが電子だ。え？電子って素粒子だったのね。素粒子とかって、がっつり量子力学の範囲で全然馴染みのないものだと思ってたけれど、
電子って中学生頃に習うわよね。ってなると、意外と私たちって小さな頃から量子力学に触れてるってことなのかしらね。そうだな。量子力学っていう言葉だけで、難しくて遠い世界の学問のように感じるかもしれないが、身の回りの多くの技術は量子力学の賜物なんだ。そして、クォークにもレプトンにも、世代、というものがある。世代？最近は、X 世代、Y 世代、Z 世代とか、年齢で世代分けしたりするけれどそんな感じかしら？雰囲気はそんなところだな。まあちょっとした違いで世代分けしているだけだ。アップとダウンクォークは第一世代と呼ばれ、クォークの中でも質量が軽く非常に安定している。そして第二世代のチャームクォークとストレンジクォーク。第三世代はトップクォークとボトムクォークがあり、世代が増えるごとに質量が重くなり、そして不安定になっていくんだ。重いクォークは不安定ゆえに、より軽いクォークへと崩壊していき、最終的にはどのクォークも、最も質量が軽くて安定しているアップクォークとなって落ち着いていく。クォークもレプトンも、第二世代以降は太陽などの恒星や、白色矮星、または中性子星の内部などの、高エネルギー環境下でしか存在できず、基本的に身の回りの物質は、第一世代のクォークやレプトンでしか構成されていないんだ。ただ、これらの世代は、質量以外は同じ性質を持っているんだが、どうして3つの世代に分かれているのかなど、現代科学でもまだまだ多くの謎に包まれている。素粒子もまだまだ研究途中ってことなのね。そうだな。素粒子は観測や検出が難しいゆえに、研究するのが難しい分野なんだ。そして、クォークはさらに上下で2つに分類できるんだ。2つに分類？マイナスの電荷を持つ電子の電荷をマイナス1としたとき、3分の2の電荷を持つアップ型クォークと、マイナス3分の1の電荷を持つダウン型クォークに分類することができるんだ。なるほどね。ああ、一つわかったかもしれないわ。量子は2つのアップクォークと、1つのダウンクォークを持つわよね。3分の2が2つと、マイナス3分の1が1つだから、差し引きするとプラス1になるわ。だから、量子はプラスの電荷を持っているってことかしら。さすがだな霊夢。その通りだ。逆に、中性子は1つのアップクォークと、2つのダウンクォークだから、プラスとマイナスが綺麗に打ち消し合って電荷を持たないというわけね。そうだな。そして、レプトンもクォークと同様に、マイナス1の電荷を持った電子を第1世代とし、第2世代にはミュー粒子、第3世代にはタウ粒子となっている。これらは、価電レプトン、と呼ばれるが、その一方で、下の3つは電荷を持たない、ニュートリノ、というグループに分類されている。あ、ニュートリノってなんか聞いたことあるわね。多分、それはちょっと前に話題になっていたからだと思うぞ。というのも2015年に、質量がないと考えられていたニュートリノに、質量があることを証明したことで、日本人がノーベル物理学賞を受賞したんだ。多分それだわ。でも、それって何がすごい発見なのかしら？実際のところ、私たちの生活にはまだ直接役には立ってはいないが、こういった素粒子の分野は、最小恒星単位を扱っているがゆえに検出や観測そのものが難しく、わからないことが多すぎて、ある意味何がわかっていないのかがわからない状態なんだ。だから、科学が確実に一歩前進したことに対しての増長だろう。そして話を戻すが、ニュートリノも3つの世代に分かれていて、第1世代からそれぞれ、電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノだ。流れで一気に説明したが、ここまで何か質問はあるか？いや、特にないわね。最初はこのモデルを見ただけで胸焼けしてたけれど、マリサの説明を聞いてたら思ったより簡単で、本当に綺麗にまとめられてるなって感じるわ。クォークもレプトンも、世代によって質量が増えるってのは共通してるし、クォークは、アップ型クォークとダウン型クォークの2分類。レプトンも、電荷を持つ価電レプトンと、電荷を持たないニュートリノっていう2分類だから、意外と難しくないんだなって思えてきたわ。でも今のところ、最初の疑問に対するような答えが出てきてないってことは、今回の疑問に答えてくれるのは、右側にあるゲージ粒子っていう素粒子かしら？その通りだ。今回の霊夢の最初の疑問である、原子核はなぜ原子核として存在できるのか、という問いには、このゲージ粒子に答えが隠されている。チャンネル登録よろしく。ゲージ粒子というのは、力を媒介する素粒子のことだ。力というのは、素粒子同士が、何か、をやり取りした結果、引き合ったり反発し合ったりして発生する。これが素粒子の世界における力の正体なんだ。お互いに影響を及ぼし合うので相互作用とも呼ばれている。そして現在では、それらの力は、電磁気力、弱い力、強い力、重力、の4つに分類されているんだ。
現代科学は、この4つの力を1つの理論としてまとめ上げることも目標の1つに掲げているな。今のところ、別々の力で、別々の分野として扱われているけれど、それを1つの理論で説明できるようにしようとしているわけね。そうだ。まずは、最も身近な力から紹介していこう。やはり最も身近なのは、電磁気力だろう。私たちが普段感じる力のうち、重力以外は全て電磁気力に分類されると言ってもいいだろう。太陽の光はもちろんのこと、私たちが体を動かせるのも電気信号によるものだ。そもそも物質は、原子核と電子が電磁気力で結びついた原子という構造で成り立っている。つまり、周りを見渡せば電磁気力だらけというわけだ。この電磁気力を伝える働きをしているのが、光子、フォトンという素粒子なんだ。つまり光ってことかしら？そうだな。次に身近なのは重力だろう。この重力を感じずに生活している人はほとんどいないはずだ。いるとしたら宇宙飛行士くらいだ。この重力を伝えるのは、グラビトン、いわゆる重力子という素粒子と考えられている。考えられている。ってことは見つかっていないわけね。その通りで、実はまだ発見されていないんだ。電磁気力と重力の届く範囲は無限遠で、電磁気力を媒介する光子の質量がゼロであることから、重力を媒介する素粒子の質量もゼロであると予想されている。さらに、重力の力の大きさを1とすると、電磁気力は10の36乗倍の力を持っており、圧倒的に、重力は力としては弱いんだ。だから、質量がゼロで、相互作用も弱いグラビトンを検出するのは非常に難しいんだ。それは今後の研究に期待ね。そして、身近に感じられない力が、弱い力と強い力だ。こんなこと言ってもいいのかわからないけれど、ネーミングがダサくないかしら。ぶっちゃけ私も最初はそう思ったが、電磁気力よりも弱い力、強い力という意味でそういう呼び方になっている。まあ、わかりやすくするためのネーミングだな。まあ覚えやすいのなら、バカな霊夢ちゃんにとっては助かるわね。弱い力は、クォークとレクトンの種類が変わるときに働く力で、ウィークボソンと呼ばれる、3種類の素粒子がこの力を媒介している。例えば、太陽の中では、水素と水素がくっついて重水素に変化する核融合反応が起こっているが、これを媒介しているのが弱い力だ。他にも、中性子だけを机の上に取り出したとしよう。そのまま放置しておくと、たったの15分で1つのダウンクォークが、ウィークボソンによってアップクォークに変化するんだ。これはより安定なアップクォークに変化するってやつかしら？そうだな。ちなみに、中性子が陽子に変化するこの反応を、ベータ崩壊、と呼ぶ。これらの現象には、弱い力が大きく関与しているんだ。ちなみに弱い力といっても、重力に比べれば圧倒的に大きな力だぞ。あら、そうなのね。ついつい重力よりも弱いのかと思ってたわ。そして最後に強い力だ。マリサ、これでしょ？原子核が原子核でいられる理由ってのは、だってここまで、グルーオンの話が出てこないんだもの。その通りだ。強い力というのは、クォーク同士を結びつけたり、そのクォークで構成された陽子や中性子などの粒子をくっつける力だ。その力を媒介している素粒子が、グルーオン、なんだ。ちなみに、強い相互作用で結合した複合粒子のことをハドロンというぞ。陽子や中性子もハドロンの一種だな。あれ？グルーオンによって結びついているって言っても、陽子同士はプラスの電荷を持っているから、やっぱり反発し合うんじゃないかしら。霊夢、思い出してみてくれ。なぜ強い力と呼ばれているのかを。あ、そうか。陽子同士の反発は電磁気力で、それよりも強い力の方が強いから、陽子同士が反発し合っても、陽子と中性子は原子核として結びつくことができるのね。その通りだ。電磁気力に比べて、強い力の相互作用は100倍ほどの強さを持っている。ちなみに、原子核に働くそのような力のことを、核力、とも言うぞ。このグルーオンには面白い性質があって、距離が離れれば離れるほど強くなる力なんだ。ええ？離れれば離れるほど？重力や電磁気力とは正反対の性質なのね。よく例えられる例としては、バネ、が挙げられるな。確かにバネなら、引っ張れば引っ張るほど元に戻ろうとする力が強く働くわね。だな。とにかく、原子核が原子核でいられるのは、グルーオンという強い力を媒介する素粒子のおかげなんだ。なるほどね。なんだか疑問がすっきり解消したわ。それはよかった。じゃあ復習がてら、今回の内容をまとめてみるわね。ああ。陽子と中性子からなる原子核は、なぜ陽子同士の反発があるのに原子核として存在できるのかというと、陽子同士の反発の力である電磁気力よりも、陽子や中性子をくっつける力、つまり、グルーオンが媒介している強い力の方が強いから。ってとこかしらね。
いい感じにまとめられてるな。ちなみに、ヒッグス粒子の説明をしていなかったが、ヒッグス粒子というのは、素粒子が持っている質量という個性に、運動の変化のしにくさ、という意味を持たせる粒子だ。ん？どういうことかしら？誤解を恐れずにざっくりと説明すると、質量というステータスは、そもそも何の意味も持たない値だったんだが、それに意味を持たせたのがヒッグス粒子ということだ。ヒッグス粒子が質量そのものということではないんだが、質量を質量たらしめる重要な素粒子なんだ。なんだか、わかるようで全然わからないわね。まあ、ヒッグス粒子だけで数本は動画が作れるくらいには内容が濃いので、これはまた別の機会に譲るとしよう。それから、素粒子ごとの質量の比較を見て今回の解説を締めていくぞ。質量は基本的に世代が上がるごとに増加するが、中でもトップクォークだけはダントツで質量が大きい。その質量は、素粒子なのに鉄原子3個ほどの質量に匹敵する。え？バケモンみたいな素粒子ね。ちなみに崩壊する場合は、例外なくウィークボソンとボトムクォークに崩壊するぞ。とまあ今回の解説はこんなところだ。素粒子って、言葉は聞いたことあったけど、とても難しそうなイメージがあって、勝手に食わず嫌いしてたわ。でも、今回のマリサの解説のおかげで、理論や数式などは別として、難しくなさそうって思えることができたわ。私たちは、普段こうやって自然言語で話しているが、物理学の言語は数学だ。だから、どうしても量子力学は難しい分野だと思われがちだ。まあ実際、数式で考え始めると非常に難しいが、その根幹にある原理や本質はとてもシンプルなものが多い。だから、食わず嫌いせずにいろんな本を読んで、量子力学を楽しむところから始めてみるといいかもしれないな。そうね、今度書店で面白そうな本がないか、少し眺めてみることにするわ。今回は、原子核がなぜ原子核として存在できるのかを教えてくれてありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。